お疲れ様です。令和セルシオでございます。今日は久々にね、現金を使って、現金をこうやってちらつかせると派手でしょ。でも別にこのぐらいの金額のやり取りって普段一旦インターネットバンキングでしてますんでね、どうってことはないんですけども、まあ本日はちょっとしたビジネスやってきます。カメラの位置悪いっすね。どうですか、なんか全体が映るといいんだけど、頭が切れちゃってるな。まあ私の顔なんていくら切れてもね、別に迷惑がかかるわけではないと思いますけども、一応よいしょ、こうやって地道にやってますよ。はい。で今日はね、いくつかやってる会社のうちの一つの法人税を払いに行くのと、それから決算をやってもらったんで、決算の代行の手数料を税理士さんにお支払いするのがあります。それから、NFT 事業、こちらの方にちょっとまとまった金額をね、投資しますんで、ちょっとまとまった金額って言っても、まあ事業投資でね、百数十万って言ったら、まあ金額としてはでかいんだけども、でもやっぱりね、店舗をやったりとかね、事務所を開いて人を雇ったりしてきた私としては、100万ぐらいはポン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 出していくような感覚なんですよ。もちろん今はそのビジネスのフェーズが変わったんでね、やっぱ貴重なお金のような気がしますよ。まあけど、なんていうんですかね、今の時代ね、初期費用がかかるやつはやんない方がいい。やっぱり初期費用がかかるとしても、まあなんていうのかな、ある程度限られてるやつね。なんかすごい揺れますね、カメラね。やっぱりちょっとすいません、一旦止めますわ、これ一旦止めます、すいません。はい、パート2でございます。銀行に行きます。ちょっとね、天井につけてる固定具の限界と、あとローダウンしてるんですよ、このセルシオ。ローダウンしてる関係で、なんていうんですかね、もういろんな、ABS その他、ドアオートロックとかね、オートクロージャーとかが使えない状態になってるんですよ。まあそこまでして車庫端にしたいのかって話ですけども、まあ昭和生まれですから、車庫端武器を許してくださいってな感じでね、ちょっと揺れますけども、引き続きよろしくお願いします。まあこういう風にして車出させてもらってね、これから事業資金を支払いに行くわけですけども、この事業資金はね、初期費用ではなくて追い打ち費用ですね。初期費用はすでに払ったんですけども、プラスアルファでもう一発組み込んどかないと、そのリターンがね、そんなに取れないかなと思っちゃうんで、やっぱり初期費用でいけると思ったら第2弾第3弾追い線をね、突っ込まないといけないでしょ。で人生一度きりなんで、まあね、お金大事なんですけども、私ももうすぐ50ですよ。でも10年前、もうすぐ40だなって時に抱えた借金、2000数百万から3000万、よく調べたら3500万に比べたら、まあまだまだ借金生活入ってないだけで大胆にいけますね。ドカーンとね、1000万とか2000万とか1億とか5億とかお金借りたいですね。うん、まあそのぐらいの度胸はついたんで、一発勝負かけたいなと思ってるところに、まあね、ちょっと数百万の投資ということなんで、ちょっとフェーズは小さいんですけども、まあけど、ね、身の丈にあったじゃないですけども、いきなりね、何千万とかっていうものでもないですからね。お、銀行いっぱいじゃん。なんだよこれ、やめてくれよ、金の亡者が揃ってるぞ。どけどけじゃないですけどね駐車場いっぱいですね。すごいいっぱいいっぱいだよ、これはいっぱいだ。これ待っとこうか、あそこ空きそうですからね、あそこが空きそうなんで待っときます。それから後ろも空きそうなんですけども、この車のガタイなんでね、止めれるところが限られてるんですよ。ということなんで、あーでもね、出るのか出ないのか、車に乗ってからマゴマゴするのが大体のパターンですよね。ちょっとまあ開けましょうか、場所。まあでもあそこに止める以外ないもんな。うん、まあなんかね、この車に乗ってからまだまだ用事がありますよみたいな態度を取る人もいるんですよ。おっと、このバックは難しいぞ、人がいるぞ。
あ、すいません。すいません。すいません。ありがとうございます。やっぱり周りの人にも配慮しないといけないのは、まあ、このバックってね、とにかく怖いんですよ。ああ、あっちに止めよう。あっちがいい。あっちに止めさせてもらおう。こっちの方がいいや。こっちがいい。やったー、楽ちんだ。もうね、フロントスポイラーがね、潰れそうですからね、あんまり攻めていくと。なるべくガチンコしないところがいいですね。はい、じゃあちょっと銀行行ってきますわ。ね、行ってきます。これね、現金をね、入れるのもちょっと面倒くさいので、大変ですね、これだけあると。はい、じゃあ入れましたよ。なんか一度に100枚しか入らないで、2回に分けて入れないとですね。これ使い勝手が悪いね、銀行ね。はい、じゃあ2回に分けて入れます。ではセルシウでございます。天井からぶら下げる固定具、あ、壊れちゃいましたね。もうダメですね。じゃあ新しいの買いましょうか。こうやってごっついやつ買ってたんですけども。で、今ね、お金振り込んで事業はスタートするようでございます。第1回目の振り込み日が一応今日になってるんでね、今日どのぐらい振り込まれてるのかなってことを確認するのと、あと来月ですね、来月、まあ、50万ぐらい入ってりゃいいなと思ってるんですよ。うん、2回目の振り込みっていうのがね、結構ね大きいと思いますんで、私なりにいろいろと目算打ってたら2回目は50万ぐらいちょっとね振り込んでもらいたいなと思ってます。2回目の振り込みは10月の25日だそうなんで、まだしばらくありますけどね。で、じゃあ今日は以上のような形でレアセルシオ久々の、まあ、ビジネス初期費用追加ということでお届けしました。皆さんはどんなビジネスされてますか。それでは、いってらっしゃい。